楽には殺さん。爆撃！
キリス。私がスルレイドなどにこれでこれで何度も出てきやがって。邪魔しないで、早くこんなところからおさらばしようよ。俺は強いスピリアを育てる。頑張った結果だね。力が湧いてくるぜ。へっへー、どんな問題。じいちゃんの仇取らせてもらうぞ。インカローズ、セルレイドども相手にそのざまはなんだ。死んだ。この私を長きにわたり閉じ込めていた屈辱の檻は破壊しておかんとな。グリード様、お許しを。インカローズ弱い。もうよい、インカローズ、下がれ。我が主よ、もはやここまで。最後までお供できず申し訳ありません。この者たちは信頼できる総末会です。どうか彼らとお逃げください。君罪と、あなた何をするつもりなの。なぜ貴様は残った？まさか機械人が私を倒すなどと寝言を言うわけではあるまい？いな。自分の力が貴様に及ばぬことは認識している。だが、シング、琥珀、我が主のこと頼んだぞ。機械人の自分にも貴様たちを道連れにすることは可能だ。久しぶりだね、我が友クンツァイト。会いたかったよ。主のために己を顧みない純粋さ、変わってないね。クロアセラフか。うわ、目覚めたか、クロアセラフ。おはよう、クリード。クンツァイトが壊れるのが嫌だっただけで、別にあんたを守ったんじゃないよ。
クロアセラフ、クリード様に対して無礼であろう。そうだ、無礼だぞ、無礼。かまわん。今私は2000年ぶりにいい気分だからな。ついに2000年の悲願が叶う。そうだ、これで再びクオーティアに栄光とスピリアの輝きが戻るのだ。インカローズ、クロアセラフ、ストリーガウ、ホランダーム、イバラの森、機動結晶城、サンドリオンが天に帰る時が来たのだ。イバラの森がクリードの手に。これではあれが目を覚ましてしまう。なぜ私を逃がしたのです、クンツァイト。バカ野郎、クンツァイトの思いを無駄にするんじゃねえ。それにてめえには聞きたいことが山ほどあるんだ。私はもう一度クリードの元へ行きます。話しなさい、話して。待て、帝国軍特務部隊の名にかけて貴様らを逃がすわけにはいかん。バカ者、ここは崩壊するぞ。負傷者と白化した者を連れて脱出しなさい。シルバ大佐は無駄な犠牲を望む方ではなかったわ。了解しました、少佐。特務部隊総員、負傷者を回収し、リグナトル駐屯地より緊急退避します。みんなは急いで港へ。私はラピスを連れてくるわ。無駄です。あれから逃げられる場所などもうどこにもないのです。ああ、俺は平気さ。よし、ここにいても死ぬだけだ。港へ向かうぞ。シング、本当に大丈夫なの？平気だって言ってるだろ。ねえ、こいつは死念術か。俺の回復術じゃ手の施しようがねえ。しっかりしろよ、シング。みんな落ち着け。俺たちがグズグズしてたらそれこそ本当にシングは死にまうぞ。誰か一人ぐらいなら私が抱えて飛べるが、そういうわけには。けっ、ああ、またクリードを止められなかった。私は死念術か。お兄ちゃん、シングの心臓が止まっちゃった。シングの心臓が、何なんだこれは。何が起こってやがるんだ。クリードに奪われたイバラの森が2000年の眠りから目を覚ますのです。イバラの森、機動結晶城、サンドリオンが。
の子たちだけは、せめてこの子たちだけでも。クリードの思念術でも、まだなんとかなる。私の思念術で。これで大丈夫。他の三人もこれで大丈夫。ここはリグナトル駐屯地がぶっ壊れて、俺たち海に投げ出されたはず。コアク、コアク、どこだ。おお、エメラルドの神の女。おい、生きてるか、シング。フリードの思念術が消えてる。こいつがシングや俺たちを助けてくれたのか。生きてるのか。みんな無事か。ハネクジラだ。ハネクジラが空を飛んで、リグナトルが壊れて、それからね、みんな見た。ハネクジラ本当にいたんだよ。ああ、見たぞ。とんでもねえ化け物だ。だがそんなことより、どうやらこの女が俺たちを助けてくれたみてえだ。そうだ、琥珀は、シング、琥珀はどうなっちまったんだ。琥珀も無事だと思う。かすかだけど、遠くに琥珀のスピリアを感じるんだ。イネスは近いよ。ここから北西の方角にいる。カルセドニーはわからないよ。そうか、コアクとイネスは無事か。二人が無事ならカルセドニーもどっちかと一緒なのかもな。よし、じゃあまずは北西に向かってイネスと合流しよう。その人を連れてくの？捨ててくわけにもいかねえだろ。一応助けてもらったみてえだしよ。それにこいつには何が起こったのか詳しく説明もしてもらわねえとな。なんだこいつ、女とは思えねえ重さだぞ。何食えばこんな体重になるんだよ。本物のゼロムだ。みんな構えて。こいつら、くそ、どういうことなんだよ。もういい加減にしてよ。
ルメイズで戦ってきたゼロたちとは比べ物にならねえ強さだ。しかもこいつらはスピリアを求めて確実に人を襲う。デスピル病以上にやべえぞ。こんなの相馬使いじゃないと相手できないよ。これも茨の森とリチアが復活したせいなのかな。その辺もこの女に聞かなきゃな。どうやらここはヘンゼラの近くらしい。シングの相馬リンクが正しけりゃイネスはヘンゼラにいるはずだ。話はイネスと合流してからだな。くそ、それにしてもこの女小柄なくせにやけに重てえな。エメラルドの髪だからね。やっぱり人間じゃないんだよ。ってことはこんな小さな体で俺たちを助けたってのか。それにこの暖かさ、夢の中でも感じたような。翡翠どうかした？え、いや、なんでもねえよ。エメラルドの髪の女、この娘の話次第じゃこの世からデスピル病を消すこともできるのか。茨の森とやらの復活とゼロムの実態が無関係のわけがねえ。デスピル病が生まれた理由もきっと、もしそうなら長かった俺の旅も。そしてどうかしたの、ガラド。珍しく真面目な顔してさ。珍しくは余計だろ。俺だって人並みに考えることくれあるんだよ。そうなんだ。ごめんね、邪魔しちゃって。そう、考えることくれあるのさ。デスピル病のことやこの旅が終わった後のこととかな。たちが近くにいるはずだから呼んできてくれってイネスさんに頼まれたのよ。呼んできて？まさかイネスは動けないほどの怪我なのか？体は無事だけどスピリアがひどく傷ついてるみたいでね。それにしてもあんたたちよく無事にこの町までたどり着けたね。今見たこともない凶暴な魔物があふれ出して行商人が何人も襲われてるんだよ。見たことのない凶暴な魔物、やっぱりゼロムがあちこちに現れてるんだ。さあ、とにかくイネスさんに会っておくれよ。宿の2階で休んでるからさ。みんな無事でよかったわ。イネスも無事でよかったよ。ラピス、助け出せたんだね。ええ、駐屯地の崩壊に巻き込まれて海に投げ出されたけど、近くで待機してくれてたサンゴ船長が私たちや負傷した特務兵を救い上げてくれたのよ。でもあの人、アイザック先輩の遺体までは回収できなかったわ。くそ、リグナトルをぶち壊した化け物、インカローズ、それにクリードとかいう赤髪野郎、あいつらは一体何なんだ。クリード・グラファイト、
彼はあなた方が白い月と呼ぶ星、2000年前に滅びた世界、クオーティアの生き残りです。そしてあなたもね、リチアさん。はい、私はクオート・リチアスポリュー、飛び去った茨の森、非道結晶城サンドリオンの管理コアにして、かつてクオーティアを滅ぼし、そして今またこの世界セルランドを破滅へと導く元凶です。白い月で生まれた眠り姫様ってか、へっ、まんまおとぎ話だが、てめえらの化け物じみた力を見たら信じないわけにはいかねえな。あんな力、僕たちと同じ人間のものじゃないよ。あなたたち、そんな言い方は。構いません、全て事実ですから。早速だが、今何が起こってるのか説明してもらおうか。遥か古代、クオートは高度で豊かな四念術文明を築き上げていました。ですが、豊かすぎる生活は逆にスピリアを腐敗させ、同族同士による争いを生み出したのです。果てなく繰り返される四念戦争、その中で兵器として生み出されたのがゼロム。ゼロムは人のスピリアを吸収し、その力で進化する生物兵器なのです。クオートたちはより強力なゼロムを求め、原始的ながら力にあふれたセルレイドのスピリアを利用し始めました。セルレイドを利用？つまりこの世界の人間をゼロムの餌にしたってことか？はい、クオートはセルランドを侵略し、あなた方の祖先をゼロムが進化するための素材として管理、支配したのです。進化の素材か。クオートにとっちゃ俺たちのスピリアなんざ材料扱いってわけだな。返す言葉もありません。でもクオートの中には平和を望む優しい人たちもたくさんいました。私の姉フローラスポリューンはクオートとセルレイドの共存を求め、スピリアをつなぐ力ソーマと茨の森サンドリオンを作り上げたのです。そしてクリードがあれを生み出したのも争いのない世界を願ったからこそ。あれって、ゼロムを操る茨の森サンドリオンではないの？サンドリオンはゼロムを操る存在ではありません。ゼロムを封じているのです。サンドリオンと私の姉フローラが力を合わせて封じているあれこそが、全ゼロムを支配するゼロムの女王、スピリアの遠隔吸収を可能とした救世システム。その名は天空に浮かぶ黒い月、ガルデニア。黒い月がゼロムたちの女王だと？眠り姫だからって夢物語語ってんじゃねえよ。夢ならどんなにいいでしょう。けれどそれが事実だという証拠もまた天にあるのです。黒い月がゼロムという証拠も天に？まさか。そう、白い月こそ2000年前私とクリードがガルデニアを発動させ白化させてしまったかつての青い星、私たちのクオーティアなのです。あんなはずではなかった。クオートのスピリアから争いの種だけを吸収する計画だったのに。でも発動したガルデニアは容赦なく、クオーティア全てを。ガルデニアは60億のクオート、クオーティア全てのスピリアを吸収してしまったのです。何が起こったのだ？ガルデニアは、フローラはどうなった？答えろリチア！ガルデニアはクオーティアの全スピリアを吸収、クオーティア全土が白化しました。現在ガルデニアはフローラ様とリチア様の対抗螺旋封印によって沈黙、休眠モードに入ってます。フローラ様は封印の特異点としてガルデニア中枢に空間凍結されたと推測します。このサンドリオもリチア様に封印以外の全機能を停止させられ、
セルランドの海底に降下中です。機械人などには聞いていない。なんという女だ。ガルデニアを止めるためにフローラを犠牲にしたのか。今すぐガルデニアの封印を解除しろ。フローラを救い出すんだ。できません。聞こえなかったのか。今すぐガルデニアの封印を解除しろ。フローラを救い出すんだ。ガルデニアに吸収されたスピリアも元に戻す方法はあるのだ。今すぐサンドリオンを再起動しガルデニアに向かわせろ。できません。やはりガルデニアは人に制御できる力ではありません。それにたとえ制御が可能でも人のスピリアはあのようなもので操ってはいけなかったのです。クリード、あなたには姉様の最後の言葉が聞こえなかったのですか。最後の言葉などではない。フローラは、フローラは私が必ず救い出す。邪魔をするなら思念術で従わせるまでだ。何のまねだ、機械人。最下級機械人ジャック型の分際で。下がれ無礼者。自分はリチア様の守護騎士。何があろうと我が主を守る。こいつ、ソーマを。機械人の疑似スピリアでソーマが起動した例などないはず。ありがとう、クンツァイト。あなたはインカローズを抑えて、私はクリードを封印します。うわっ、この術は。貴様、自らのスピリアを使いこの私を。あなたと一緒に私も自分のスピリアを封印します。故郷を滅ぼしてしまった罪人として封印を守りながら、せめてセルランドの平和を祈りましょう。セルランドなどどうなろうが知ったことか。そんなものはクオーティア、いやフローラの命に比べればゴミも同然だ。クリード様の、リチア様のスピリアが。これが2000年前に起こった出来事です。互いの肉体からスピリアを弾き出したクリードと私は、セルレイドのスピリアの片隅に宿り、何十世代も転移を繰り返しながらガルデニアの封印をめぐって戦い続けてきたのです。二つの月がスピリアを吸い取る化け物と、それに滅ぼされた世界だなんて。吸い取るだけではありません。食らい尽くすのです。残されるのは白化した世界のみ。クリードの野郎はそんな危ねえものを復活させてどうする気なんだ。クリードは未だクオートのスピリアがガルデニアの中で生きていると信じています。そして暴走するガルデニアへ飛び、私たちを逃がしてくれたフローラ姉様の生存も。彼は姉様とクオーティアを復活させるためガルデニアを再起動しようとしているのです。あんた、あんな奴ら相手に2000年も封印を守ってきたのか。どうして、どうしてお前たちの争いに俺たちを巻き込むんだよ。お前たちのせいでどれだけたくさんの人が傷ついたか。ええ、あなたの言う通りです。ですがクリードの力は私をはるかに上回ります。クンツァイトもいない今、頼れるのは相馬使いのあなたたちだけなのです。どうかお願いです。クリードを止めるために力を貸してください。一つ教えてよ、なんであんな奴が、クリードなんて奴が俺の中にいたんだよ。じいちゃんは何も言ってなかった。それは私にも分かりません。以前戦ったクリードは別の人物のスピリアに寄生していましたから。シングのスピリアがまたあいつに操られてしまう可能性はあるの。それはありません。クリードのスピリアも私と同様本体に帰りましたから。つうことは琥珀がお前に操られることもねえわけだな。
私はクリードのように宿主の体を操ったことはありません。クリードの前で操ってたじゃねえかよ。それはすみません。それに琥珀のスピルーンだって壊してくれたよな。クオートの起こしたことはクオートでケリをつけてよ。そんな他人の争いなんかより俺は琥珀を探しに行かなきゃ。だな。決勝野郎どもの都合に付き合う義理はねえよ。僕もそんなわけのわからないことに付き合えないよ。悪いが俺も同じ意見だ。今はとにかく琥珀の身が心配なんだが。私はリチアと行く。イネス、本気なのか。クリードとストリーガーがアイザック先輩を利用していたのなら私は彼らを許せない。それにあの人に託されたラピスがいつか目覚める世界を守らなくちゃ。ありがとうイネス。カリノだけど母親だから強いわよ。頼りにしてくれていいわ。ごめんイネス。俺やっぱり今は世界より琥珀が心配なんだ。いいのよ、こんな大きすぎる話背負えなくて当然だもの。スピルーンの戻った琥珀に早く会えるといいわね。シング、まだ琥珀のスピリアを感じるな。うん、ここからずっと南に琥珀のスピリアを感じる。南か、仕方ね。またサンゴ船長に頼んで船を出してもらうしかなさそうだな。イネス、お別れだね。無茶はしないで。ありがとう。あなたたちも気をつけてね。おい、暗すぎだぞシング。やっと元に戻った琥珀と会えるんだ。もっと嬉しそうな顔しやがれ。でも俺、どんな顔して琥珀に会えばいいかわかんないよ。そんな暗い顔してたら琥珀が余計な心配するだろうが。だがそうだな、琥珀の回復祝いのことでも考えて元気を出すか、俺に一発ぶん殴られて元気を出すか選べよ。そんな無茶な。翡翠、俺を一発ぶん殴ってくれ。よし、顔上げろシング。気合い入れてやるぜ。てめえは命をかけて琥珀を元に戻したんだ。それは自信を持っていい子ったろ。だから胸張って琥珀に合う資格があるはずだ。そうかな。翡翠、ありがとう。おっと、礼なんかいらねえよ。俺はまだまだてめえと琥珀の仲を認めてねえんだからな。あれ、殴らないの？でも殴られるよりずっとスピリアに聞いたみたいだ。ありがとう翡翠。ガラドのおっさん、あんた本当はイネスたちと一緒に行きたかったんじゃねえのか？そうだったの？じゃあどうして俺たちと一緒に？こんな時ばっか余計な勘働かせやがって。やっぱりイネスと一緒にいたかったの？まあな、何せイネスとリチア、あっちには美人が二人、旅も楽しくなろうってもんだろ。それに引き換えこっちは美少女がたった一人で悪かったね。あ、何言ってんだベリル。琥珀はまだ一緒じゃないだろ。んか、少女が一人で悪かったね。これでいいんだろ。